どうもピューキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、おっとゼルダズトロールレイビーって書いてるんですけど、おそらくリンクを主流に使ったトロールコースだと思うんですよね。であのサムネってなんか見たことあるんだけど、なんかのキャラクターだよね。そして1年ぐらい前にリンクが主流のトロールコースをやってくださいっていうコメントがあったことがあるんですよ。そのリクエストに今日は答えたいと思います。まあこのトロールコース見つけたのたまたまなんですけどね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.01%。 そしてトロールコースってやっぱりこの初代スキンが一番多いよね。このリンク取っていいのかな。あぶねー、開幕熱は避けましたね。それじゃあ進んでいきますか。ここはなんだ、開幕スクロール。いやこれはずるいって。100連したら100連右の扉に入るよ絶対。じゃあ隠しブロックから遊んで上に行けるみたいな。上ないね、下行ってみる。こっちが正解なんかな。なるほど、こっちが進むべき道っていうわけね。それじゃあ進んでいきますか。ここはリンク飛んだって書いてる。なるほどね、爆弾で当たってこなきゃいけなかったのか。いやでも僕はまだ希望を捨ててないよ。この爆弾で上を、はっ、まさかの対策済みだったね。じゃあここは一旦リンクを捨ててブロックを壊したら先に進めるっていう感じだね。右上パウブロックあるけどさ、絶対下で合ってるよ。こっちでブラパがやられるみたいだ。まだワンチャンある。上のハテナブロック、これにかけるしかない。来い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 。なるほどね、裏の裏を突かれたっていうわけで、じゃあここはパウをしてすぐ土管に入れと、そういう感じだと思うんですよ。入れないよ。パウをしたら上に落っとっていいのね。やるね制作者さん、裏の裏の裏をついてくるっていうわけで、じゃあ僕は裏の裏の裏の裏までついて罠を回避していきたいと思います。さあ次は何が来る。そんなのわかんないよ。それじゃあこの土管から出たらツタに捕まっておけっていう感じで。うわ暗闇じゃねえか、見にくいな。一旦先まで見ておく。上はオーフ、そして右はキノコ。キノコを信用したいと思います。くっそ。いやなんで左下キノコになってんの、おかしくない。いやそしてテレサ、キテレスター、なるほど、スターを切らしてテレサに当たれっていうことで。そんなことは僕はしないぞ。今までの恨み晴らしてやるかテレサ、くらえ。テレサを倒しました。予算型、この下降りてもガリガリだったよね。ほら今見えるけどガリガリでしょ。じゃあオンをしろっていうことかな。なんでなんもないのよ。じゃあ右行った瞬間左。うわこれも違うの、右行ったことで下に砲台が来てるみたいな。なるほど、これでいいのか。これでオンをして先に進めるっていう感じだね。さあ進んでいきましょう。これで合ってんのか、本当に砲台いなくなってよ、頼むって。来た、これ下を取って下。いい加減にせんか。それじゃあここは下でキノコを取った後にオンオフをしてもう一回左下に行けっていうことだね。これで先に進めるっていうことか。うわ暗闇は怖えな。お姉ちゃん絶対に脅かさないでよ、後ろからわとか言わないでね、絶対だよ。大丈夫よピヨキング、私を信じて、絶対に何があっても守ってあげるから。信じてるよお姉ちゃん。これはどうすればいいの。オンをしてます、オンをして。裸を襲ってきたよお姉ちゃん、上にも穴がいる。お姉ちゃん、お姉ちゃんどこ、お姉ちゃん、お姉ちゃんが逃げちゃった。ひどいよお姉ちゃん、僕を置いて逃げるなんてさ、怖かったんだからね。てか一回花にやられちゃったんだからね、もう絶対そんなことしないでよ。分かったわピオキング、今度からはもう絶対しない。お姉ちゃんはもう怖かったけど、二人でどこまでも勇気を出して進んで、お父さんとお母さんを助けましょう。どういう設定、お父さんとお母さん捕まってるの、誰に捕まってるのこのコースで。そろそろ真面目にやってってもいいですか。これは上に行くのか下に行くのか、一旦下から行ってみていいかな。このブロック壊すのが正解なんじゃない。うわ違うっぽいね。なんで上に行きたいと思います、こっちが正解。うわなんか嫌な予感しかしないね。今チビになったでしょ。
これ絶対終わったやんか。ねえ、これどうやって右まで行けばよかったんだろうね。それじゃあここはマスターソードを足して取るなっていうことだと思うんですよね。そしたら右のアームに捕まるからさ、あのアームに捕まったマスターソードを取って進めと、そういうことだと思うんですよ。そんで次は右下か、この土管か。ここはリンクが主流、なんでこっちに合ってる。なんだよ、ここはダムって書いてるのはカラオケのダムか、歌えっていうことか。みんな僕分かったよ、右下は罠だね。なんでこの土管入りたいと思います。いや、こっちも嫌な予感しかしないんだけどな。これは走っていけっていうこと、本当に走っていくで合ってる。やっぱりそんな来ると思ったよ。いや、でもこっちがまだワンチャンある。これは弓を投げろっていうことかな。そしてオンオフをしろっていうことなんじゃないの。あれ、オンオフのところ。邪魔くせえ。これもうどうしようもないよね。多分ここ弓投げたらいけんのかい。こっから一旦弓投げないで行ってみる。そしてこのまんま上に進めば地獄へ直行。いや、今行き過ぎたけど絶対これで合ってると思うんだよね。そんでここでパックを倒してすぐ右。そしたらね、ここでブロックを壊せるっていうのはね、さっき見えたからさ。さあ、こっからどうすればいいでしょうか。右に行くで合ってんのか、このバネ怖いな。やっぱりそんなことしてくると思ったよ。このバネ野郎がいつもそんなことばっかしてさ、楽しいか。今日は剣持ってんだぞ、僕は。刺してやる、刺しまくってやる。どうで痛いだろう。でも僕の方がいつももっと痛いんだぞ。それじゃあここさ、一旦爆弾投げてみて、これでなんか変わんじゃないのかな。いや、なんも変わんないよね。ただバネの隣にちくわブロックがある。あのちくわブロックに早く乗る。それで合ってる。もういやだ、頼むってバネ、もうやめてよ。僕の方が痛いってさっき言ってた。何であなたはいつもそんなことするの。人のところがわからないんですか。あなたは人じゃなかったですね。いや、やっとわかったよ。ここでジャンプしてさ、オンオフが変わったら左にドアがあるっていうことね。今のスターでやっと見えたね。それじゃあここ押してすぐ下。2個目の中間ポイントはまだですか。これは急がない方がいい。いやー、はい、それじゃあ次こそ中間ポイント絶対に取れると思います。ここは急いだ方がいいっていうことだったね。なんで右を失敗。次こそ3度目の正直だね。絶対に中間ポイント2を取ってみせたいと思います。真ん中で待っておけと、そういう感じだね。そんで取らせてくれる。残るはゴールのみ。さあ、ここは何もしないでいい。まあまあ全然いいよ、中間に取ったばっかりだからね、気持ちは余裕だよ。ここは何もしないでいいのか。じゃあ一旦右に行きます。そしてこの右下、ここが怪しいですよね。トロールコースだったら右下のこの落とし穴みたいなところ行きたくなっちゃうんだよね。あっちが正解っていう可能性。ロングウェイって書いてる。こっちじゃないってこと。なるほど、左下に土管があるとか、そんなの分かんないって。この音楽は知りたいっていうか、待ってたよ知りたいっていう。一時してなかったもんだ。これはバネを超えろと、そういう感じだね。バネの雲を超えるだけなのか。むずけじゃねえか。でもなかなか楽しいねこれ。さっきさ、バネあんなに注意したじゃんか。それなのにまだこんなことすんの。もうやめてよバネさん。これはちょっと待ってね、攻略法があるはず。下にバネが行った時だね。下にバネ行った時すぐ左。ここも下にバネが行った時すぐ左。さあ、ここまでは簡単だね。こんな人体験僕にとったら余裕なんですよ。最後のここ難しそうだな。タイミングよくしろっていうことか。むずっけ。最後が難しいかもしんない。これ道中はね全然いいんだよね。これはそんな難しくないんだけど、最後のプラパンのところが本当に難しい。集中するね。ここ。頼むって。あの最後の音符いらないやんか。ちょっと一番最後のあそこまで飛ばしていいかな。お、はい、それじゃあここは左下に行ったら土管があったよね。この土管に入っていけと、そういうことだね。さあ、次はリンクがあるね。このマスターソードを取ってピースイッチを踏んで土管に入る。入れんね。上、あれ、もしかしてこれ
壊せばなんかなるみたいな、そうなんかな、このブロック壊したらゴールがあるみたいな、頼む、そうであって、なんでやむないよ。いや、ここピンポン言われてるけどさ、どうすればいいんだろうね。あ、わかった、あの砲台の右側に行けばいいんだ、きっと。絶対そうだよ、右に砲台を降らしてくるってことは右側に行かせないようにしてるっていうことだよね。じゃあここでリンクを取った瞬間すぐ右、やでー。え、違うんかな、これ右上ハテナブロックあるけど、これなんだろうね。マスターソードでしょ、このマスターソード取ったらもう右に行けんもんね。一旦ここでピンスイッチ踏んでガード、なんか上向いたよ。なるほど、これで右に進めるっていうことか。あの羽がついたブラパってガードしたら上向きとかなるんだね、初めて知ったかもしんない。それじゃあ次はバウトオフガル、バウをしてすぐ右、これで合ってるんじゃないんですか。あっつ、そしてこれは、いや、上と下どっちだろうね。下からこのリンクを取ります、そしてこのまま上リンクで合ってると思うんだよね。さあ進んでいきましょう。ここはなかなか調子良かったんじゃないの。さあここは爆弾を投げておく、それが正解だと思うから頼む、そうなんじゃない。くっそ。なるほど、右を進化しとけと、そういうことなんだね。この扉はどこに行くの。中間戻し、頼む、こっから何か変わってて、頼む、やっぱりこっちが正解ですみたいな、もうゴール近いですよみたいな、そんな感じなんじゃないの。僕はまだ希望捨ててないからね。いや、めっちゃ嬉しい、どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオナンバー147ということで、難易度は欲しい、キラン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 、なんと欲しいよーっつ、うっせーな、いつも俺は。いや、このコースですね、すごく面白そうだなって思うんですよ。砲台がさ、メガネみたいな形してるけど、何が起こるか全然予想つかないよね。まあ、はちゃめちゃになる予感しかしないんですけどね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.9%。 ゴール条件は1回地面から離れたら着地しないでゴールね。ということはジャンプは1回しかしたらダメっていうことだね。想像通りめちゃくちゃだよこのコース。何なんだこのコースは、上から行けっていうことかな。いや、面白そうなコースじゃねえか、こういうわけわかんないコース、すごい好きだよ。じゃあこのキラーを踏んでどんどん右に行けと、そんな感じなんかな。本当に下から行ってみる。ちょっと待って、もうちょっと上から攻めさせて、これ下からも行けそうな予感はするんだけどな、これ上から無理かもしんない。キラーを出すタイミングが間に合ってないね。なんで砲台の下をくぐっていけと、そういう感じなんじゃないんですかね。タイミングがわかんねえ、これどのタイミングで下に行けばいいだろう。ちょっと一旦見させてもらっていいから、マジでタイミングがわかんないんだよね。なるほどね、砲台が一番最初バネにつくとき、そこをくぐって右に行く、なるほど、これを繰り返していけっていうことか。でもこれかなりシビアな隙間だよ、この隙間でしょ。で、次はあの右、いや覚えれねえって、場所どこよ。でも今ので分かったよ、このタイミング、そして次がもうちょっと早く行けっていう感じだね。なんで最初はこの場所でしゃがんで早く右に行く、ここもしゃがんで右に行く、なかなかいいんじゃない。あ、行けそう行けそう行けそう、続いては天気予報です。今日は晴れ時々放題ということで、皆様出かける際はしゃがみながら、ピコンピコン、緊急速報です。昨日の放題の災害に一人命を落としました。だがしかしリベンジ達成しました。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。